千葉、<あ>町田、京都、清水、移籍経過報告か。あ、まとめてくださいよ、ちょっと。よろしくお願いします。動きました。あ、か結構年始のところで、<あ>特にニューイヤー駅伝、箱根駅伝、オーロック,クロあたりで、結構動いたかなって、このさ、四チームでもあったりするので。バレバレました。情報、がその時出たってことでしょ。<laughs> そういうことでます、そういうこと、そういうこと、ね、出しました。誤解をもようの。失礼いたしました。<laughs> はい。はいはい なの今日はこの四チームやっていきたいと思いますよろしくお願いしまーすみろはチャンネル登録ぜひよろしくお願いします青山学院でおめでとうございますはいってことで行きましょうまずはもう別動画でもしかしたら出したかもしれませんけども町田ゼルビアの話から行きましょうはいえー町田は年始のところで誰かが入ったみたいな話はまだないんですがまあ一番大きいところとしてはやっぱまさに谷くんですね ねね、はい、はい、そうなんでただ、うんまあ、谷君に関してはこのゼルビア来るかもしれないという話になっていて、はい、まあやっぱりシュミット選手のところですよね彼がまあ取れなかったって流れとか、うん、ヘントに行っちゃった形になったので、はい、まあ次には代表クラスで考えた時に、まあ、谷君という狙い方に変わったんじゃないかと思われますと。 もともとこれを分かるのがシュミット君の移籍合意にそれこそ話す取り付けるんだったらベルギーにそれこそ行ってたはずなのでスタッフの皆さんとか代理人の方とかそのままベルギー国内でそのまま谷君のところに話持ってったみたいなことも考えられるかなと思うからまあ納得いくような形ではあるかなと思いますとまあなんかもしかしたらねほかに J1 級のゴールキーパー J1 の中から取りに行くってこともあったかもしれませんけどやっぱそもそも日本人っていう全体で考えても谷君が出られてない状況っていうのは。 そうですね、出ててほしいですよ、それは。あとね、なんか、なんか、ゼルビア、契約更新とかも、まあ、まだまだって感じなんですよ。あそうなんですか、またまってるんですか。実はこれ、動画収録してたのが11月3日の15時半なんですけど、1月14に町田はあれなんですよ、新体制発表会。1四はいはいはい。 どうすんだって思うんだけど、なんかまあ、ゼルビアってか、サイバーエンジェントさんがやりそうなことになっもうあれなんじゃないサマーソニックみたいに。いや、俺、なんか、わかるわかるわかる。あ今日も決まった、明日も決まった、さても決まったみたいなニュースをね、開幕に向けて、うァーっていくんじゃないの俺もそう思いますし、プラスの新体制発表会で何人か、ドーン、ドーン、ドーンみたいな発表とか、サプライズあってもおかしくねえんじゃねえかなって。 あるんじゃねえかなって俺は思いますけどね。なるほどね。はいはいはい。だってあるから。と何か分かりませんけれども、テレビはこれから谷くんってとこを含めて、どんな方がまた入ってくることになるのか、ちょっと注目していきましょう。そして、これはすごい大きかったなと思うのが、次のチーム。なんでしょう。ジェフチバ。 これ、うん、あの2024一番最初に出た遺跡系の話ですけど、うんえー、2024年1月1日0時00分、うん、え小森ヒーロー契約更新発表っていうのが、うん、あこれはもう何よりも何よりもじゃないですかそうですねはいはいはいそうですよなんでねまずこれ、うん、千葉なんですけどはいはい あのまあ、レギュラークラスで言うんであれば三木選手がのベルディに移籍ってことがあったじゃないですかそれ以外の方々を基本的に残せたんですよ小森君だってどう考えたって J1 行っておかしくなかったところを残せた上にうん、うん、あとほら新潟からの藤田一樹選手をキーパー取れて、はい、で藤枝から三木選手のところ完全に横山選手で埋めた形になった上に金沢からストライカー林選手も取れたので。うん 戦力的に言うと、アップです。アップですか。二千二十年比較でアップしてます、はい。固められてる感ありますか。そう、はい,はいはい。だ例年、プレーオフで、いわゆる昇格できなかったチームって、まあ、あるじゃないですか。どっちも四チーム中三チーム、すそれが生まれますけど。こ、うんはい、のチームたちってのは、やっぱ結構根こそぎ取られてしまうっていうのが、毎年のことだったんですが。うんうん 千葉とあと J2 山形、うん、この2チームはかなりレギュラーメンバー残せてる状況で、新たに人も取れてるんで、やっぱなん,かなんか千葉と山形はこうチームのこう内部の皆さんにとってもすごい、 なんかこう、後半戦とかが、こう、なんか、こう、出来をこう、評価してるというか、自分たちも手応えがある状態だったんでしょう、ね。なるほどね。はいはいはい、はい。だ次の一年やってったら、それこそ自動昇格クラスまで勝ち点積み上げられる自信があるってので、みんな残ったっていう確率が僕は高いんじゃないのかなと。うん、なるほどね。うん。 なんで今ね横浜 FC とかあとでまた触れますけど清水とかも結構積極補強やってますけど元からのメンバー残せてるやっぱこれ山形とか千葉とかってのはちょっと連携面含めて強いんじゃないかと思うのでなるほどこれは昇格候補第一党と今のところ見てていないかなといすはい楽しみです、ね、はす、い。はいはい ということでございました。はい。そして続いて、ちょっと今、名前出しましたけど、こちらでございます。はい。うん、えー、清水エスパルスでございます。こっちは、まあ、アウトも激しいんですが、インも激しい状態になっております。はい。はい、アウトはレギュラークラスとか、あとね、このチームに長く在籍した方っていうところだと、 やっぱり松岡大樹君、あとは岸本選手、サイドバック、あとはセンターバックの鈴木よしのり選手、うん、中山選手、竹内涼選手なんかをいますけれども、うん、その方々がアウトにはなりましたが、はい、左側、黄色になっている方々がまあ続々、インが発表されまして、うん、びっくりしたのが、まさに矢島信也、山口からの獲得になりましたそうですね。清水田はい でかいですよね<ー>これはとでで特にやっぱりあのこのチームはビルドアップとかそんなに大きく考えてないと秋葉監督とかもおっしゃってますけど、はい、やっぱディフェンダーに1対1に爆裂に強いメンバーを入れてきて、うん、で中盤に矢島真也そして鹿島甲府から中村亮太郎獲得なんてこともあって井選手もいるので。はい まあボール申しみたいなところはもう中盤から前にお願いしましょうやって感じになってるのがまあチームとしてはちょっと分かるところでございましたと。あと、この収録する直前だったんですけど、びっくりしたのが、権田修一契約更新。おー、よかったですね。なんで、沖優や権田修一と J1 レギュラークラス2人取れちゃったので、これは外国籍がちょっと抜けてってるところはありますか日本人だけでやっぱり J1 レギュラー組める組ってのは、今年も。 を成り立っていく感じになるんじゃないかと思われますと。と、うんうん、実に、うん、なるほど、そうですね。あとは、言うてば、土屋ゴサンタ中選手がなんか裏はなんじゃないかとかって話は出てたりしますけど、あと、ストライカーで森海とトるだのなんか千葉カンタ戻しただのとか、いろいろ出てますが、あと、フォワードのところさえこうガンとした方を一、ね、人、それを取ることができたら。うん 問題ないっていうかまあ去年以上の成績を残せるターナは残したいでしょうねこれは絶対に残したいでしょうね,ねであとはだから浦和がどうとかってその居住非居住の問題とかにもなってくるかもしれませんけどねまあそのあたりがどうなるかなるほどということになってくるかなと思いますはいそして今日のラスト見ていただこうと思います、はい、京都さんがさんですはい、はい はいえー、京都三ンなんですが、うん、なんかいろんな方をちょっと取ってるなというところがありまして、教え子の右サイドバック、裏側から宮本裕太選手、長さんのね、琉球大時代のっていう形になりますけど、はいはい、で湘南時代のね、えー、教え子、鈴木と一も取りました、うん、で清水から鈴木義徳さん取りましたとかいいんですけど、うん、ちょっと完全に新しい方やってきたなというのが、はい、あのフォワードに、えーうん、トゥーリオさんという方がやってきました。ブラジルから グッキーじゃないんですよ。あいうのをやってきて、そう、へいへいへいじゃない、TV やってる方ではなく、あとね、もう一人、なんか来そうな感じがあるのが、センターバックにオランダのヘイレン・フェーン、小林ゆきさんがいらっしゃいましたけども、がいたチームから、長身のセンターバック、うー え、ハンデー・ベーク有名な人じゃないのじゃないあれはねミッドフィルダーの方なんだけどあでも一応オランダ代表経験者ではあるんですよ<ー>こっちも190のセンターバックを今なんか狙ってるらしいって話があってなんかまたちょっと新しいの来たなっていうか実にはちょっとなっておりますい,い,話じゃないのそうなんですうう、ね、うんうん、うん っってていうのがやってくるからなかなかね外国籍の方って最近だったらパトリックさんははまったけどなかなか京都ってはまってこなかったってイメージもありますが新しくだから前と後ろにあた、ね、入ってくるのかなと思うと、うんうん、新たな血の投入という形になるのかなと思うのでそのあたりがちょっとお名前はねどちらも聞き慣れてますからねこれどうフィットするかっていうかね。<laughs> <laughs> こ <laughs>、うん、れで俺が本物だっていうところでね、<laughs> で <laughs> そうですね、はい、あとはね、われわれ的に言ったらこ、イスマイラさんがどこ行くんだろうとか、うん、まあそのあたり、ちょっと注目されるところはありますが、すね、はい、果たしてどうなりますかというところでございます。はい で、はいえー、今日はそんな感じで、えー、ジェフ・千葉マコモリ選手の更新、えーうん、特にデルビアはまた谷選手が来るんじゃないか、え今日た新外国籍は二人来るよそしてえシ、ー、ビザゴンダ選手更新などというところで、うん、えー、遺跡経過の報告会やらせていただきました。分、うん、かりました。ありがとうございました。遺跡情報またちょっと教えてくださいね。お願いします。教えてほしいんですけどなんで僕のカメラピンボケなんですかねまだ。<laughs> んでかん、ね <laughs> ね、今日何なんだろうね。僕,僕自体がこうピンボケなんですかね。<laughs> ちょっと時代に合うように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、また聴いてくださいね。ということチャンネルの魅力が高かった日チャンネル登録によろしくお願いします。高評価ボタンもちょうだいね。ありがとうございました。またね